ろしくお願いします、はい、そして、はい、大川工業総裁、大川豊です。どうも、寺田体育の日です。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、すこれね、あのオンエア上では2月の配信になるんですけれども、はいはい、私たち年末にライブをさせていただきます、うん、皆さん、多数ご来場いただきまして、ありがとうございます。ありがとうございました。本当に、いや、ありがたい、本当にね、いやいや、あの今回はね、ちょっと入りの時からもう、はい、あの会場したらすぐクラウンケイさんが、もうゲストのね、クラウンケイさん、ね、ゲストなのに素晴らしいですよね。ゲストなのに実質前座ですよ。客入りから何までやってくれましたね、あの方は。本当に素晴らしいですよ、本当すごいですよ。もう私たちが出てった頃にはなんか客席の皆さんなんかプードルちゃんみたいな風船が変えてたり、いやいや、客さん知ってます、あの客席だけじゃなくて鈴なりの道路でやってたって知ってます？知らないです。外でもやってたんですか？外で、それウェルカムやってるんですよ。もう道路でやってるんですよ。あんな寒い中、あの寒い中、俺たちが知らない時にウェルカムやってたらしいですよ。本当ですか？感謝感謝ですね。本当ですよね。それがメインだよ、もう。入る前からやっていたから、ね、入る前ね、30分ぐらいやってましたからね。30分以上ですよ、だから、ね、だからもうね、入り待ちからやったらね、そうですね、会場前と終演後も、終演後も最初の、そうだから俺がお疲れ様、マジっすか、お疲れ様を言いに行こうさ、いないんだよ、楽屋に。はあ、相当でもまたありがとうございましたって、おもてなしの心が溢れちゃってますよね。いや、直前は沖縄に行かれてたとのことで、沖縄のお土産を私たちのあいただいて、ね、沖縄でね、前日やってたでしょ。それ前にあの群馬かなんか行ってたらしいですよ、クラウン系をやりに、多分すごいですね。パッパッてあのリハーサルで着替えて、気がついたらお客さんもお迎えしてて、しかも総裁も無茶振りするから、当日急にあそこの鈴なりの机を頭に乗せさせちゃったりとか、すごいっすよね。キャタツ乗せちゃったり、キャタツ頭に乗せたり、ね、すごいバランス、バランス感覚ですね。いや、あれ本当に用意したものじゃないんですよ、あの場にあるものを、総裁がいけますとか言うから、手で持ち上げるだけでも重いのにね、頭に額の上に乗せるってすごいよね、あれは。何でも乗せられるんだよね、すごい、超人ですね。超人だね、アスリートだよ、あの人は。トップアスリートだよね。トップアスリートですごいですね、本当に感謝感謝ですよね。しかもそれだけじゃないですよ、そう、はい、チョコレートの、すごい、ありがたかったな、皆さんに、はい、ね、クラウンケイさんね、明治チョコレートさんからスポンサーがついてるんですね。そうそう、スポンサーがついてて、スポンサーがついて、あのこれをあのわざわざ、そう、ご来場いただいた方皆様なんと140個です。すごいな、ダンボールがたくさん置いてありましたからね、山積みになっていて、びっくりしましたね。俺食べてないんですよね、これ。本当ですか？今初めて出会いました、これ。俺10個ぐらいもらいましたよ。私ももらってない。嘘、うん、ケンちゃん俺たちの分持ってたんじゃないか。知らない、知らないですよ、もうマネージャーが次から次へと。ケンさん、俺と俺と俺と苦情だと思わんだよ。チョコレートって言ったら俺だと思われてるから、マネージャーがもう次から次へと、こちらテラさん持って帰ってください、持って帰ってください。もうありがたかったですね、全然あれから。クラウン系さんのスポンサーですからね。分かってますか、テラちゃん。でもそりゃそうですけど、あのそもそもクラウン系さんはなんで明治チョコレートなんかね、初期の頃からスポンサーやっていただいてますっていう話をね聞いて、で俺がその全部やっと楽屋戻ってきた時にちょっとお話ができて、で、あの実はその明治チョコレートとしてはそのね、病院で例えばほら子供がチョコレート食べれない子がいるじゃないですか、食事制限があったり体質があったりアレルギーがあったりとかで、そうすると、ね、そのチョコレートで笑顔っていうふうなことを、うん、会社としては目指してるんだけども、あ、やってるんですか。そのね、笑顔にできないっていうお子さん、食べれない子がいるじゃないですか、うん、なのでホスピタルクラウンとしてクラウン系さんがみんなを笑顔にしてくれてると。あ、偉いな、それはスポンサーつきますね、それは。ということで、そうか、まあ、人間キノコの山になってもらったりするわけですよ。なるほどね。おー、はい、そっかそっか、はい、
すごいですよ。もうこれ正月山のように食べましたよ。だから食ってないんだよ俺キノコの山。俺の餃子食べる。すごい食べましたよ。もう太りましたよだから。どうしてくれんすか。ガブヤに一個もなかったもん。いやもう本当ありがたかった。幸せな3日間でしたよ。3日間ずっとキノコの山食べ続けましたから。いやでもご来場いただいた皆さんにお客様にもね1袋ずつですよ。いやー喜んだと思いますよ。1個ずつじゃないんで1袋ずつね、うん、はい、まあ、いただきます。本当喜んでいただいて株式会社明治のね方に本当にありがとうございます。ね、豪快明治は、はい、毎年ね来てほしいね明治の人。もうチョコレートね、チョコレートだけ持ってお願いします。お願いします本当に笑顔になりました。笑顔にして僕ら笑顔になりましたよ本当に。いろいろね私たち助けられたクラウン K さんですけれども、はい、さてさて私たちのジャグリングショーはどうだったんですか。いやちょっとね2ヶ月間僕毎日練習しましたよ。たまらんジャグリング、うんうんうん、やっぱ本番への難しいっすね。いや全然ダメですね。いやあのほらもう照明でそう、うん、照明が目に入りますから分かんなくなるね。分かんないっすね。上に上げちゃうとこの あれどこだっけっていう感じで何回も俺できないかと思ったもん本当に。いや何回もやってましたね。あれあれ言いながらあれどういうことだと思って。すごいよね距離感がちょっとこうずれて。よかったですね最後成功したから。よかった最後あれ成功しなかったらどうすりゃいいのかなと思いましたよ俺。いや俺もう出てった方がいいのかなと思って。そうそうあのまま帰ろうかと思ったもん。危なかったですよ。いや最後すごい盛大な拍手で終わったから危ない。よかったですよ何度もトライして、ね、すごい良かったですね。渡辺は大丈夫です。投げたやつをでもリハ成功しなかったからね。リハ失敗して失敗してね。そうそうそうだから本番は一発で成功したっていうのはあれは良かった。野菜が投げた両手の輪投げもいけましたし。ああそうですよね、うん、成功したから、うん、よかった、ね、あれはできます。できます、はい、あれはできますはい。まあ、私たちなりに頑張ったそうなんですよ。そうなんですよ。世界を感じましたよ。世界ってすげえんだなと思ってクラウン K さんって格差を感じましたよ。得意分野に持っていかないと私たちはダメなんじゃないですか。全然ダメですね本当ですね。ほらほら寺田さんとかバク転するとかね。バク転とか言ってるの。そうそう、何十年前の話なんだよそれも、ね、まああと、はい、ほら抗菌はいはい、やりましたね集団でねお客さんと一緒に視聴者の方に舞台にも今回上がっていただいたじゃないですか。上がってきてくれましたねポンポンマンさんとかね、すごいねおっさんメタボね初めて見ましたけれどもね。いや2人とも同じ衣装で来るってどういうことだよあれ。衣装っていうかあれコンビなんじゃないかなと思って。もうあとなんかまあお二人にも共通する優しそうなねねえ本当に。いや俺はあんなに衣装揃えてくるとは思わなかったね。同じ色味でね雰囲気がねいい人だわあの人たちは。いやでも素晴らしい人が寺田さんよりははるかにちゃんとペンのコツを掴んでましたねしっかりしてたね、うん、やっぱりやってるね全然落とさなかった。だから番組見てやってますから彼らは俺よりもやってますからちゃんと毎回直接教えてるんだからやってくださいよ。いやいやいやそりゃそうなんですけどね一番美味しい立場彼らもすごいやってるからうまいですよね。いやいやもう本当にでもそれだけしっかりと健康維持をこの番組のおかげでできてるっていうのも、うんそうですね、まあ、よかったし、しかもね遠くから岩手県から来たとか岩手県ってねとんでもないですよね本当に茨城ね、とかありがたいですよね。尋常じゃないですよ。尋常じゃない。北海道も来てたでしょ。はいさあねあの挨拶しましたけれども、はい、そうですよ、ね、日本全国から来てんだから、はい、あの今回も例のようにアンケート終演後に書いていただいております。ありがとうございます、はい、ちょっといくつか読ませていただきます、はい、結構皆さんいっぱい書いてくださって、そうまず納めたも卒業しました、はいはいはい、やっと来ることができました、はい、ラウンケイさん会場直後から楽しいステージで、はい、テラーポッターが面白かったです。おーハリーポッターの、はいはい、あ行ったっていう話をね。あと総裁がやった刑務所作業品の中でも、はい、インディーな商品を見つける総裁がさすがですし、はい、抗菌エクササイズはステージに上げていただき緊張したけど楽しかったです。来年も来ますという。あ、はい、ありがとうございます。ありがとう。また会いましょう。ありがとう、はい、そしてポンポンマンさんも書いてくれました。ポンポンマン、はい、今年も大変笑わせていただきありがとうございます。ありがとうございます。シリペン体操で舞台に上がれたことはとても嬉しかったです。よかった、喜んでくれた。はいはい、ありがとうございます。続きまして東京都 K さん、はい
K さん、うん、K さん、 K さんクラウン K さんすごかったし、うん、病院を回る行動が尊いです。そうなんですよ。3人様もナイスチャレンジ。あと雷が落ちた話本当にびっくりです。あれはね、私ナイスだよ家にね、はい、最後のじゃんけん大会楽しかったです。はい、ほらやっぱり、やっぱりね、プレゼントは、プレゼントはまあ、はい、いいですよね。続きまして、はい、北海道の S さん、はい、はい、来年も楽しく見たいですということで、北海道、来年も北海道から来てマジですか。続きまして北海道の K さん、はいはい今年で2回目の参加ですが、今回も大笑いさせていただきました。今年1年嫌なことばかりでしたが、日常を忘れて楽しめました。よかったよかった、またもうデトックスしてもらえた、まだね、はいはい、続きまして岐阜県の岐阜県から K さん、 K さんとっても楽しかったです。九条由紀子さんが良かったです。あお何でもよろしくお願いしますいいの続きまして匿名の方、はい、クラウン K さんと3人の大道芸がめちゃくちゃ良かったです。本当ですか、良かった、ね、練習した甲斐がありましたよ。そういうわね、言ってもらえると番組がもっともっと世界的に有名になってほしいなと本当そこですよね、そこはもうちょっとね。あとガチ勢のファンの方を見れて楽しかったです。おということで、ね、はい、ありがとうございます、はい、続きまして神奈川県の S さん、はい、神奈川、はい、3年連続鑑賞しております。ありがとうございます。年末の楽しみです。お3人の大道芸グッドでした。おお、やったかいがあるわ、ね、九条さんお美しいです。おお、ほらありがとうございます。続きまして千葉県 M さん、はい、寺田さんの雷すごかったです。あ、ありがとうございます。雷 ね、話しましたよ。今年も落ちるね。もうやめてほしいんですよ。でも正直いやいやいや、わかんないよ、また来るかもしれないよ雷以外なんか落ちるものってあるんですかね、家にね。いや、ないね。いやいや、隕石だってありえるもん隕石か、それも俺噛み上がってるよ、そしたら怖いですよ、もうそこまで来たら続きまして神奈川県 M さん、はい、はい、エレベーターで一期一会の出会いがこんな素晴らしいライブにつながるとは思いませんでした。あ、クラウン K さんね、あ、まあ、ちょっとね、一期一会お願いしますよ、ゲスト。そうですね、たまたま本当にね、すごい人でしたけど、だからそれ大事にしてくださいよ。スポンサーとかもそうやって一期一会でね、見つけてきてもらわないと、うん、本当に本当の、本当の不審者だったらどうするんですか、本当にラジオ局でお願いしますよすごい大物ゲスト、今度、次回も。わかりました、はい、続きまして、三重県 Y さん、はい、毎年楽しみにしています。三重県、すごいね、はい、遠いね。続いて千葉県の N さん、千葉県、千葉県からも、はい、思っていた以上に面白かったです。思っていた以上に、すいません、わかりません、楽しかったです、はいはい、ね、ありがとうございます。来てください、はい、お願いしますよ。ということで、まあ、今ね、ちょっと一部読ませていただいたんですけれども、はい、はい、今年もたくさんのアンケート書いていただき、はい、ご来場いただき、そうですね、今年っていうか去年ですね、はい、はい、ありがたかったですね。生九条さんが見るって結構いいと思う。いや、それそうですよね、うん、しかもね、先生としてね、そうそうそう、シリペンの、ね、授業も、授業も、ね、うん、やれるから、まあ、ただもうあの時間帯になってくると2人が大体もうヘロヘロだったじゃないですか、うん、いや、もう確かに、確かに俺もヘロヘロだった最後